時に捨てられなくて、その時のだけはお皿に入ってますね。今も今も今も多分捨ててる。もう半年、結構年前のまつげ入れてるの。いや別に腐りもしないし。はい、その他の答えこちらです、はい、徳永は財布を持たずに自転車自動販売機についてくる。あ、なるほど、はい、そういうことか、はい、自分でなんかあれだ、喉乾いたなーみたいな。しかも聞こえるようにでかい声で、まあさー喉乾いたとかって自販機をこうやってチラチラ見てるんですよ。わかりやすいですよ。いやでもマーさんはまだ買ってくれるからいいんですよ、うん、とっても優しい。俺ね、俺マーさんかわいそうなんですよ。マーさんかわいそうですよね。いやすごい、だって本当に利用されてるんですから。利用じゃないよ、愛してる、愛してるよね。これなんかさ、いやパッと見た時もさ、なんかこうみんなをセットしてって順番に、うん、でマーさんいいかドライヤーでブロブロしたらいい、マーさんブロでいいみたいな。みんな巻いて、みんな巻いて、ももちもだって何気に時間かかるでしょ、これ、はい、ね、編み込んだりとかしてさ、はい、お前だってね、パーマかかったりとか、うん、ある程度ちょっとさ、うん、セットしてもらってこう色もかかって、こうなってきて、まず、いやもう、あと何、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 まず、じゃあどうやって大丈夫、そんなことはないの、そんな機会ではないですけど。割にでもマーサ一番最初に学園入られてない、なんか朝の週やっぱり、うわ絶対そうよ。1便やろ、だいたい朝6時からメイクの人、ね、やろ。最終菅谷さん、最後そうだよ、ねね、最終菅谷さんが入れば3時間ぐらいたまるじゃん。誰よな、うわーやっぱりな、やっぱりな、ちょっと扱いがあれなんですよ。マーサすげえ、俺なんかマーサすごいよ、なんかマーサすごいよ、マーサ何がすごい、不憫すぎるよ。けなげけなげですよね。おめえが言うな。はい、その他の答えこちらです。須藤は笑い方がガサツ。でもそれぐらい許してあげようよ。ね、なんか誰にもが与えてないじゃない。マーサ、マーサ笑い方ぐらいもう好きに笑う。だって笑えるタイミング少ないんだもん、ね。笑顔でいるタイミングが一番少ないんだよ。笑顔になれるタイミング。そうだよ、笑顔でいたいよね。笑顔でいれるときは笑顔大きく笑わせてあげて。これからも笑ってください。マーちゃんごめんね。頑張ります。ありがとう、ありがとう。マーちゃん、マーちゃんごめん。マーちゃんごめん。あれ？大鶴に来てた。マーちゃんごめん。笑えてないみんな、俺だけ、俺が笑ってる。本当に、まーちゃんごめんね。ギタン集がすごい。はい、続いての質問こちらです。はいはい。メンバーに対して未だに根に持っていることは。まあでもね、やっぱり11年活動して来るわけですから、はい、まあそうなるとなんかいろいろわだかまりじゃない、はい、言えねえ今ここまで来ちゃったって人もいるでしょ。その答えこちらです。うん、福永から一言、ドッグちゃんの涙を見ても何も思わない。やめてよ、何なのこの番組。違うよ、私を蹴落とすための番組ですか。違う違う、いや、ももちのポテンシャルを 120% 生かしてるよ。何これ。ただ、ただ残念だけど一人で出てると違って菅谷さんが取れるからマジありえないって吐き捨てるような本当の本音がたまには出ますから。落ち着いちゃってる、マジこれやだ。なんか押し殺すようなもうジェイの本当の本音の声が聞こえてますけど、それ聞かないで。え、でも分かった、うん、でもこれは私その泣いてもその なんだっけ、なんて言われたんだっけ私に。え、さきちゃんの涙を見ても何ももう思わない。ああ、思わないようにしているってことなんですよ。ああ、これは。なるほど。逆にさきちゃんは喜怒哀楽とか感動とかをすべて涙で表現するタイプなんですね。嬉しい時も悲しい時も悔しい時もちょっとイラッとした時も全部涙で表現する方で、じゃあなんかみんなでじゃあミーティングしようみたいになった時に、うん、なんかほらちょっとぶつかるところもあるじゃない、はい、その時につい泣いちゃう、もう3秒で泣くみたいな、うん、そういう感じの方で、でもそれっていいことだと思うんですけど、いいことだよ。ちょっとだんだんなんかどれに対しても泣くから、こういちいち干渉していいものなのかっていうのが分かんなくなって、でブログとかにちょっと前になんか朝起きたら自然と涙が出てたとか書いてあって、高年症だよ。それは違う、それはね、
多分それは多分やっぱアイドルだからこそやっぱり彼氏とか作らないでやっぱこのいい女性として一番成長期に一番いい時を女性として捧げてきてからバラホルモンのバランスが上手くなってますね。そのホルモンのバランス私がどうこういうことじゃないなと思って気にしすぎてないっていう意味で言ったんですよね。そこなんだって。悪気ないね本当に。ホルモンのことまで分かんなかったごめんね。そこはごめん、そこはごめん、そこだよ本当に。はい、その他の答えこちらです。自分の中からひよこさんと歌を練習したことがあるんですけど、ちょっと待って、ひよこさん生意気、生意気、いや逆、上から上から生意気、逆にひどい、もう次は悪意があるでしょ。逆ってどっち、何の逆、何の逆、逆にひどい、いや分かんない、いや竹子かわいそう、マジかわいそう、ちょっと待ってよ。おめえも触れてくんの、お前。聞いて聞いて聞いて。多分無意識がないってことが多分意識がないってことが多分一番それが一番ひどいと思うんですけど。いやでもね、これね前にね、これうちのハードディスクいろんなね何をね迷ってんのだから何をと作ったのか分かんないけど、とりあえずいろんなアイドルの番組を撮ってってくれるんですよ。でその中で前にね。ベリーズの新曲のビデオを撮りますと、うんうん、でやっぱりこうやって一人で動いてることが多いから、うんうん、振りを振り打ちが、まあ、最後になっちゃって遅れちゃったから入らない、うん、ももちのためにメンバーがね入れ替わり立ち替わりで振りを教えて、うん、で、うん、そのシュートを終えたっていうね、いいのすごいいい話だなっていう時があったわけ、うんうんうん、あったあった。そうやってみんなで支えてもらってるお前がなんでマーサのことをディスるの。本当聞いてほしいね。逆に逆にマーサ一番出てるから一番入ってるから一番振り入ってるからいや本当だ、確かにいつもノーミスでしょ。一番最初に入ってな、一番見て全員が撮っていくの、まあ一番最初に来て一番最後に撮られてんのよ。一人一人帰ってお疲れ様でしたって帰っていくの、まあさ見送って一番最後撮ってるブローで、頭の中でただのブローでな、ただのブロー。ただしかも私この10年間活動してきて、うん、歌を 1,2 年前ぐらい好きになったんですよ、うん、やっと、うんうん、それで歌に対する気持ちも変わったから、うん、よし自分が苦手なところを練習しようと思って、うん、結構こう新幹線の中とかでも聞いたりしたら、うん、と隣にたまたまももが新幹線の隣だったんですよ、うん、そしたらここ苦手なんだよねってボソって言ったら、うん、大丈夫で練習しても大して変わらないかみたいなそれを多分覚えてないってことは本当に意識がなく言ったから本当に気になると思います。じゃあ私も、うん、一応じゃ代弁して誰の代弁お前のでしょ、お前の代弁はお前が、まあ、一応ね、発言だじゃあ裏ももちの代弁していいですか。そうマーサが 1,2 年前から歌が好きってそうなってきたみたいな、うん、でもっと歌を好きになろうよってことで、まあ、よくカラオケに2人で行くようになったんですよ、うん、仕事のお前の仕事の合間にそう合間ね、次のロケの合間にね、富士テレビの近くのね、富士テレビの近くのじゃあカラオケね行ったわけ、麹町の近く、麹町の近く、日テレの近く行ったわけですよ。行った時に、うん、やっぱり好きになろうってことで何回か行って、その間にもうマーサの誕生日のソロイベントとかもあって、うん、それがやっぱ歌が苦手意識あるっていうから一緒に練習したりとか、はいはいはい、そういうまあすごいあざとい方だけど練習会に付き合ったりとか、そういうこともね自分で言うからおかしくないんだよ。いやだってそれはだってね、そうやってそうやって、はい、でそれですごく緊張して、うん、その不安なことによってまた歌が苦手になってきたみたいな風潮があったから、いやそうじゃないよと、楽しむことを一番に考えようよっていう意味で私は言ったんですけど、まあそういうふうにマーサちゃんが取られたらまあかわいそう、なんかその申し訳なかったなっていう、そう、ね、そう、うん、ことなんですよね、うん、そう本当にそういうことなの以上です。菅谷、うん、さんテレビ一応映ってます。あすいません奥歯噛み締めるのやめてください。続いての質問こちらです。シリーズ工房としてデビューすると知った時の心境は、ね、うんうん、まあでもこれこの間キュートのメンバーが来た時に言ってたんですけど、ベリーズが最初にチームが決まったんですよね、はいはい、その後キュートが決まったっていう順番だったみたいなんですけど、だからある種その大きいそのハロープロエッグかキッズか、はい、キッズからある種こう選ばれた人たちだったわけです、ね、その時の心境聞きたいですよね。はい、その答えこちらです。工房って必要？車のグループ名。まあまあそうね。ベリーズでもうだっていいじゃないかと、はい、複数形だし。はい。
そうだよね、なんで漢字がつくんだろうって思って、はいはいはい、やっぱあのデビューするときは英語でこうデビューしたいっていう気持ちがちょっとあったんですよ、はい、あまあまあそうね、はい、そりゃそうだ、その方がなんかこういろんなアーティスト女の子だもんね